光波殿はお父上を誇りにしていた。だからその血筋を大事に思ったのかしら。なるほど。ならば加工派殿は知るべきです。加工園殿の偉大さは血ではなく心にあったと。そうですね。家柄に志が宿ることはないのですから。俺見ちゃったんです、加工派殿が芝生殿に何やら相談してるの。お二方の顔は真剣そのもの。それで何を話してるのかと聞いてみたら、どうやったら背が伸びるかって話でした。芝生殿は寝てたら自然にですって。加工派殿不満そうでした。これが出奔理由なんてことはないですね。加工派のやつ職に亡命だって。なんでそんな面倒なことを。曹操殿の失脚で不安になられたのでしょう。加工氏は曹氏に連なる家柄ですから。でも加工派には何の非もないだろう。まさか父親の仇職に逃げるなんてな。そこまで追い詰めちまったってことか。俺たちが曹操を追いやったことで。それとこれとは話が別。それを加工派殿にお伝えしなくては。亡き加工園殿のためにも、この私の命に代えても。加工派の亡命に協力してるのは職の脅威。奴を追い払えば話す機会ができるはずだ。そのためにも二人の接触を阻止する。今回は二手に分かれて進もう。一方は加工派殿の進路の妨害、他方は先回りして脅威の撃破でしょうか。ああその通りだ。行くぜ、俺たちで加工派を止めてやるんだ。加工派に会う前に脅威を倒さないとな。あいつがいたら俺を救って話もできないだろう。俺と元気は西の道から脅威を狙う。各愛は山道から加工派の進路を妨害してくれ。俺はしない。俺はしない。加工派殿は我々を勘違いしている。姿を見せずに足止めしなくては。加工派殿が職に下ることになっては。私は加工園将軍に顔向けできない。出すればどうなるか身をもって知るない。わし主役が破れようと。敵将討ち取った。敵中今にも倒れそうな私のようだ。あそこに使えるやもしれぬ。海を怒号で狙うとは。だがあれを使えば敵中を倒せる。少しは時間を稼げたはず。俺はしない。おお、なんとも勇ましき戦ぶり。なんとこの下の谷は獣の巣。落ちぬよう気をつけなくては。
で道が塞がってるんだ。まさか父さんの霊が。いやいやいや、なんと心臓に悪そうな橋。あれを落とせば時間を稼げる。この岩を奪えば下の橋を落とせる。あとは私の体力次第。本当の稼ぎだ。俺はなかなかの重労働。いやいやいや、なんで橋が。誰かが引き止めなわけないか。命に変えてもここを守り抜く。俺はしない。命をたりとも引くな。天命、芝生様が脅威に接触。加工波殿に先行できた模様です。大歓声。おお、私の目的は達成られた。あまりめまいが。私も芝生殿と合流しなくては。脅威を打ち、加工波殿の迷いを消し去ろう。
の心。俺は知られる。職が受け入れる。いざ。お前たちも二流は諦めるんだな。戦は知略でするもの。取り知るがよい。切るのか。曹操殿を追い、俺を切り、軍をしばしのものとする気か。まあ落ち着けって。俺たちうまくやってきただろ。それは変わらないと思うぜ。なら、なぜ曹操殿は。それはひとえに曹操殿の無能さゆえ。それすら分からず怯え切って。花公園殿は強く惜しかった。それは家や血筋ではなく、将として人としてのありさまあればこそ。花公園殿のご子息たるあなたがそれを継がずして何とされます。家じゃなく生き様を継ぐ。悪い父さん、かっこ悪いとこ見せちまった。みんなにも手間かけさせちまった。すまない。この借りは戦働きで返す。じゃ帰るとしようか。